列車は間もなく熊本駅に到着します。ここで皆様に赤色にまつわる3つ目のエピソード、赤の癒しについてお案内します。熊本のシンボルといえば加藤清正が築城した熊本城です。熊本城内の武家屋敷、旧細川藩行務邸は秋になると辺り一面もみじで彩られます。同じ時期に見られるイチョウも有名で、別名銀杏城とも呼ばれています。2016年熊本地震で甚大な被害を受けた天守閣は今年の春に復旧しました。皆様もこの機会にぜひ熊本城へ足を運ぶ意味ではいかがでしょうか。なお次の熊本では10分停車します。発車時刻は12時ちょうどです。引き続きご乗車のお客様はお乗り遅れのないようご注意ください。まもなく熊本に着きます。降り口は左側です。3番乗り場に着きます。開くドアとお足元にご注意ください。熊本からのお乗り換えのご案内いたします。普通列車の八代行きは12時11分、3番乗り場です。豊肥線、水前寺、笹塚方面、肥後津行きの普通列車は11時57分、1番乗り場です。三隅線、住吉小野方面、三隅行きの普通列車は12時29分、3番乗り場です。九州新幹線、鹿児島中央行き、水穂605号は11時58分、買い乗りられまして新幹線乗り場の方へお越しください。